こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は海外トラブルあるあるということでね、Amazon オーストラリアシステム、結構出来悪くて、カタログ作ったはずなのに反映されないとかね、なぜかログインできなくなっちゃったとか、少々トラブルが起こってます。大抵のトラブルはやっぱり解決できますんで、日本がいかに、ちゃんとしてるかで、海外だとね、こんなトラブルありましたよというのがね、たまたま私が、見聞きした、体験したのをね、体験談までやると長くなるんで、リクエストがあればまたそれはやりますけど、軽く、こんなトラブル日本じゃないでしょうというのをご紹介したいと思います。やっぱりね、日本ほど本当トラブルが少なくきちんとした国はないなというのをね、海外に住んだり海外を旅行してると思います。で、どうでもいい辺のトラブルね、ベトナム航空マイルがつかないと、これ私去年ね、11月からベトナム航空を利用してタイとベトナムに旅行しました。でベトナム航空ね、アナと提携してるってことなんで、じゃあベトナム航空また使うか分かんないからね、アナにマイルをつけようかなということでね、マイルを、搭乗の際に登録してあります。ところが待てど暮らせぞ、マイル反映されずとね、いくらなんでもね、11月の初めぐらいに行ったんで、4ヶ月経ってつかねってのもおかしいなということでね、ベトナム航空に連絡しました。マイルつきませんけどどうなってますかと連絡したらですね、なんと驚くべきというかね、そんなもんだろうというような返事、ベトナム航空ね、マイルがマイレージシステム、ベトナム航空のマイレージシステムとアナのマイレージシステムがリンクしてないというのでね、アナに問い合わせをしろという返事が来ました。海外はよくあることなんで想定内という感じですね。だって提携して登録してね、なんでその反映されてないのを、全く、ぶん投げわかんないのという感じなんですけど、よくある対応例ですね。でたまたまオーストラリアでね、知ってる方が機械が故障してカードが飲み込まれたとね、カードを入れたらいきなり機械がブラックアウトしてカードが取り出せなくなったね。で銀行の支店に行って状況の確認と再発行しに行ったら、こちらでは何もできません、電話で対応してくださいと、コールセンターに電話しろというようなね、形で、またうちは知らんっていうかね、そこの銀行のカードでそこの銀行の ATM 使ったんですけどね、知りませんということでね、投げられちゃったと。この人はね、私の知る中でもトップクラスに頭のいい人なんで、見事解決してます。そのやり取りをねコピペしてるんで、よかったら見てください。でね、この人はまだ操作する前にね、機械がポンと壊れちゃってカード飲まれただけだったんで、カード再発行で事なきを得たんですけど、他に、カードね、やって残高減ったと、機械からお金出てこないのでしっかり残高が減ってるというのはね、よく起こります。これがね、オーストラリアの HSBC の ATM ね、私もね、オーストラリアでも HSBC ぐらいならちゃんとしてるのかなと思ったら、なんと HSBC でもやられてる人いたと。フィリピン、アメリカ、スペインね、ちょっと検索しただけで出てくるんで、おそらく世界中ほとんどの国でこの、事例はあると思います。でね、日本は本当例外的に優秀なだけで、ATM からきちんとお金が出てくると。で自動販売機は欲しい商品が買えてお釣りも出てくる、これがほぼ 100% する国は逆に日本だけだというのがね、どっちかって言ったら、正しい認識なのかなと。で海外では体験するまでね、信じられないようなトラブルがよく起こります。でも大抵のトラブルはね、想定内だしサポート可能なのでご安心ください。今後何かね、アメリカよりもオーストラリアのがね、トラブルは起こりがちなんで、何か起こると思いますけど、大抵のことはね、想定内だしよくあることですから、そんな例外的なことはサポートできませんということもなくね、きちんとサポートしますのでご安心ください。以上、テンバーアカデミー堀秀夫でした。